こんにちは、ヒマラヤの河合です。今回ブレードランナーの映画に関して記憶というテーマでお話をしてみたいと思います。私がブレードランナーの中で強く惹かれるシーンとして、レイチェルが初めてデッカードの部屋にやってきた時にレイチェルの記憶についてデッカードは話してしまうシーンがあります。そこで泣き崩れるレイチェルというシーンなんですけども、非常に切ないシーンです。私たちは今常に自分の生の記憶として自分の人生を保有しています。自分がレプリカントであるとかアンドロイドであるということを考える必要はありません。なぜならまだ世の中にアンドロイドが存在していないからです。しかし近い将来、本当にレプリカントのような複製した遺伝子によって人間が人間を作ることになった場合、複製した記憶というものが世の中に存在した途端、人というのは自分の記憶が本物なのかということに確信が持てなくなると思います。それは一度移植されてしまえばその記憶は自分のものとして感じてしまうからです。こういったテーマを扱った SF 映画が私は非常に好きです。特にブレードランナーを気に入った方ならおすすめしたいのは3本あります。一つはブレインストーム、一つはストレンジデイズ、一つは、トータルリコールです。この3本、いくつかブレードランナーとの共通の、事柄があります。まず最初にご紹介したいのはトータルリコールです。トータルリコールは同じくフィリップ・K・ディックという原作者を元にしています。これは例えば旅行に行きたいときにその旅行の記憶を売ってくれるという、追憶を売りますという、原作を使っているんですけれども、そういった世界の中で、記憶が曖昧になってきたりする、そういうお話です。これはロボコップのポール・バーホーベン監督が監督をしてますけれども、 B 級 SF なテイストが非常に満載で、ブレードランナーとはまた違 ジャンクな雰囲気が堪能できる映画です。でもう一つ、ストレンジ・デイズという映画があります。これはジェームス・キャメロンというタイタニックの監督の奥さんであるキャスリン・ビグローという監督が監督した映画です。ハートブルーなどの男らしい映画を撮れる女性監督として非常に稀有な存在なんですけれども、ストレンジデイズは自分の記憶を MD に丸ごと記憶できるスクワットという機械、この機械の闇取引の話です。ですから例えば殺人をした人の記憶を疑似体験してみる、別れた彼女とのデートをもう一回記憶して、再生してみる、こういった記憶の再生というものがテーマになっています。アクション映画としては若干物足りないんですが、このテーマ性が非常に面白い映画、それがストレンジデイズです。そして最後にブレインストームという映画、これはブレードランナーの特撮を担当したダグラス・トランブルの監督によるもので、これも人の記憶を丸ごと記録できる装置を開発した科学者の話です。その科学者が心臓発作を起こすんですが、その時に自分が死んでいくという様子をその機械に録画をするんですね。これが非常に物語の中で面白い出来事を呼んでいきます。映画としてやはり SFX の監督の SFX の監督が演出をしたということもあって、若干ぎこちないことが多いんですけれども、コンセプトとしては非常に面白い映画です。ですからブレードランナーの扱う記憶というものに興味がある人はぜひトータルリコール、ストレンジデイズ、ブレインストームの3本をご覧になってはいかがでしょうか。